こんなことを続けていたのか。今さら報復などと。憎しみや怒りが生きる意味なんて悲しすぎますよ。ロニさん戻ってくれ。俺はロニさんを止めたい。止めなきゃならないんだ。デストロイモードなら。一年戦争の続きをしようっていうのか。奴らの一年戦争を終わらせてやるぞ。ロニさん、あなたは恨みと憎しみだけで戦うなんて。止めるんだ、僕があの人を。自分の心をちゃんと見つめれば苦しまずに済む。お前は利用されているだけだ。人形のままでいいのか。人を縛るマシンの存在など。この感じ間違いない。ニュータイプの相手か。目標、ネオジオンの巨大モビルアーマー。ジオンの残党め、まだあんな戦力を残していたのか。ニュータイプでも強化人間でも関係ない。でも関係ない。そんな力の使い方をしてたら死ぬだけだろ。壁みたいな威圧感を感じる。向こうも人間、こっちも人間。チャンスはあるはず。